いしょ。鯉もいるし、だから鯉のちっちゃいのもいると思いますし、まあでもそれ以外のベイトっていうとほぼあとブルーギルとコバスになっちゃうんで、まあ池はもう基本やっぱコバスがメインになってるような感じですね。あんまりやっぱ池なんてそういう普通の追川とかそういうのはあんまいないんで、今とりあえず沖に魚が出ていってないかなと思って、やっぱ岸際に魚が全く今いないんで、そういう時大体なんかこう沖でこうふらーっと泳いでる魚が結構多いんで、そういう魚今ちょっと狙って沖に投げて、でこうアクションしてルアー浮かしてを繰り返して狙ってる感じです。とにかくまあこう得た情報から次の作戦と次々変えていかないと、とりあえず今岸に魚がいないっていうのが分かったんで、いないのかもう上を見てないかですね。そもそも上を見てない魚ってなかなかやっぱこう上をルアー通してもやっぱ無視されちゃうこと多いんで、もうずっと魚がボトム意識してたらなかなか、中途半端な魚はラフィンやと上向くんですけど、もう完全に下向いてる魚っていうのは多分ほぼ何でやっても上向いてくれないんで、だいぶ臨時入れなあかんな。よっしゃ、はい、このラフィン170のこのアクションをちょっとこう解説したいと思います。まず、まあ、基本的なアクションとしてはドッグウォーク、水中ドッグウォーク、首をこう左右に振らしながらこういうふうに一定のリズムで刻んでくる使い方ですね。でこれ今こうゆっくりやってるんで表層付近を泳いできてるんですけど、もうちょっとこうリズムを速くしてあげたりするとどんどんレンジが入っていったりします。今この基本的なアクションをベースに、ここからちょっとこの首振りの強さを変えて、もっとこうぐるっとルアーがしっかり水を掴んで大きく動くような強いこのアクション、これの出し方のコツとしてはロッドの操作だけじゃなくてリールのこの巻きも使って、リーディングのジャークも使ってこういう風にしてあげるとよりルアーが大きく動きます。やっぱこういう大きな水押しを
使ってあげた方が魚が出てくるときもあります。でもう一つはまあこれのこの2つの組み合わせのパターン、まずはこう普通のドッグウォークでレンジを入れていって、ある程度こうレンジを入れたところで強いジャークをかけて、よりこう魚にアピールで、まあ、こう止めて浮かしてくるっていうのも一つパターンで、これ連続で繰り返して速い動きを出してあげるのも一つのテクニックです。こんな風にこう速いレンジスピードで連続で動かしてあげる。でもう一つがトラフィンの特徴、まあ、このルアーのもう一つの特徴でもある巻いても使える、こういう操作だけじゃなくて普通にリーディングで巻いても使えるっていうのが一つ特徴であるので、こういうふうに巻いてただ巻きのアクションをする、まあただ巻きのアクションをするとこういうふうにロールっていうほどこう明確なロールではないんですけど、こううねうねうねっとこうスラロームでもないこのアクションが出るので、結構こうベイトフィッシュを追っかけてるバスとかをスッと狙うときはこのアクションで速い動きで魚を誘ってあげたりします。結構イレギュラーにダートしたりもするので結構魚のスイッチが入りやすい使い方だと思います。だいたいこの4パターンぐらいですかね。油断したら食いました今うわミスった、完全に油断してました、ね、もう一回食え、うわ食わんのか、なんやろ今のアフターやとは思うんですけどね、今もう一回行くやろ、うわあおったけどおったけどうーわーほんま完全油断した、おろおろくそかからん、むずいな、アフターやから食い方が下手すぎる、だいぶ臨時入れなあかんな、これよっしゃよし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 
来たやりました粘って粘って、アフターちょっと食い方がね、タクソというかガッツシ食ってくれないんで、なかなかスイッチ入れるぐらいでしたけど、スイッチが入るとフロントガッツシ。今のはこの池の角っちょで、ちょっと風もこう当たらない、本当にゴミも溜まってるようなエリアで、こういうとこってアフターの魚が結構入ってきやすいエリアで、もうじーっとじーっとしてるっていうか、この辺でフラフラと泳いでる魚がいるんで、それをこのラフィンでちょっとこう最初動かしてアクションして、で結構レンジ入れて深くまで入れて浮かしてたんですけど、浮かしてるとちょっとミスバイトを何回かして、でちょっとこれ浮かすと多分ミスバイトしちゃうなっていうので、ちょっと今最後は連続ジャークでジャ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 っと早く動かすと、もうそのまま追いかけてきてガツッと食った感じです。ちょっとレンジが思ってたより下の方、深いところに魚が今ちょっと落ちてるのかなって感じですね。もうちょっと上の方にいるかなと思ったんですけど、でちょっとそれを試したらやっぱ深いところから出てきて食ったって感じです。レンジを入れてって言ってましたけれども、はい、何回転ぐらいしてどれぐらい潜らせるんですか？ラフィンの操作の仕方にもよるんですけど、まずキャストしてからすぐに動かすんじゃなくて、ラインをしっかり水になじませて、でラインがこう先に沈むようにしてから、で強くジャークをするとこのラインに沿って入っていってくれるので、ここから強くこうジャークしていくとルアーがどん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 深く、で強くしすぎるとルアーがこうくるっと回転しちゃって浮き上がっちゃうので、その浮き上がらないギリギリのところで強さでしてあげると、こういうふうにどん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 深く入っていきます。これを緩くしちゃうとレンジ入んないんで、ちょっと強めに水をしっかり掴ませてジャークするっていうのがコツですね。これもまあラフィンのそういう特徴の一つ、こう操作一つでレンジを変えれるっていうのがラフィンの特徴の一つでもあるんで、結構表層付近から今のだと多分まあ1メーターは入ってないですけど、まあ多分50センチ以上、まあ70センチぐらいかな、多分は今のは入れたかなっていうぐらいのレンジまで入れて食っていきましたね。もっと飛距離出せば当然もっと入るんで、これぐらいの近距離線だとまあ大体70センチぐらいがマックスかな。スロークローティングという表記でやってるんですか？そうですね、一応スローフローティングっていう表記でやってます。特に今は何も調整とかしてない？今のはもう全く調整していない状態、ノーマルの状態ですね。ここからもうちょっとウエイト足してあげたらもっとスローフローティングもできるし、サスペンドも作れるんですけど、まあハイフロートっていうよりはもう本当にゆっくりスーッと浮いてくる感じなんで、浮かせちゃうとちょっとダメだったから。そうですね、最初まあこの池ぐるっと回ってた時、最初は結構目で見えるレンジだけをこうやって、で止めて浮かしてってしてたんですけど、それだと全然魚が浮いてくれなかったんで、多分まあなんか深いのかなっていうので、こう深く深くすると一回食いミスしたんで、でそのレンジに何度も合わせてやってやると、まあ最終的にはちゃんとかかってくれたって感じです。とこの時期の魚って結構なんですか、もう目線が結構バラバラというか、しっかり上見てる魚もいれば全然前しか見てない魚もいるんで、その魚の目線にルアーを今持っていったような感じで、もう気づかさせる位置まで持っていって気づかして食わした。今のはどっちかというと深くて、まあ、目の前ぐらいの感じですか？そうです、多分まあバスの目の前まではいかないですけど、まあ、バスに近いこの上を通った、それまではもっと上を通ってたんですけど、それでこう上見てる魚だとそれで上見てるんで反応してくるんですけど、今のこの状況はちょっと魚が上見てなくて、どっちかというとまあ前正面からちょっと上ぐらいまでしか見てないんで、まあそこに近いところまで持って行ってあげて、まあ、正面見てるからまあちょっと上ぐらいまでだったらまあ見てくれるかなみたいな。そうですね、結構で水が濁ってるんで視界は、ほら魚の視界は悪いんですけど、
まあ、ラフィンの水押しの強さっていうのがこういうところで生きている感じですね。水押し強いんでちょっと上通しててもしっかり魚が見てくれる。今まではちょっと上すぎて見てくれなかったんですけど、まあまあそれをちょっと落としてあげることで魚を上向かせれたかなと、この濁ってる中でも、まあ、本来こういうリップレス系のビッグベイトってやっぱこう水が濁っちゃうと使いにくい、魚に気づかれにくいっていう、まあ、デメリットが多かったんですけど、まあ、ラフィンに関しては水押しの強さっていう部分をまあ目指して作ってるんで、こういう濁ったところでもしっかりと魚に気づかせて食わせる、まあ、まるでこうリップがついてる系の、まあ、ビッグベイトに近いようなことができちゃうでありながらリップレスっていう、そういうのがまあラフィンのちょっと特徴でもある。ラグゼの、ルアーデザイナーの赤松拓磨です。今日はちょっとこの新製品のラフィン170の、まあ、ちょっと特徴を紹介させていただこうかなと思います。まずまあ一番のこのラフィンの特徴、ジョイント部分のこの構造ですね。これが、まあ、本来こういうビッグベイト系のルアーっていうのは2つのパーツでつながっていることが多いんですけど、このラフィンに関してはこの1つのパーツでつけるということに取り組みました。でこれを何でしたかっていうと、こういうジョイントの動きの大きさっていうのを出したかったので、なのでこの一つのパーツでちょっとやろうかなと。でこれにしたことによって本当この上下左右だけじゃないひねりの動きも出る、この本当可動域の大きなジョイントになりました。でこれがどういう効果を生むかというと、こういうドッグウォークだったりこういう操作をした時にルアーがすごく大きく動いてくれることで、従来こう滑るだけのアクションだったこういう操作のところがしっかり水を掴んで水を押しながら強くこう動いてくれる。でそれもできつつ操作次第では滑らすこともできる、こういう一つのルアーで多彩なアクションを出せるっていうのがこの一つのジョイントにした一番の理由です。もう一つこのリップに見えるようなこの小さな薄いものですね、まあ、一応まあショートリップとは呼んでるんですけど、このリップがあるおかげでこれはまあルアーの動きをどっちかというと制御する、止めてしまうためのリップ、さっき言ったようにこう滑らす動きも出したいんですけど、滑りすぎちゃうとどうしてもこのバスのバイトゾーンを逸れちゃうことが多いので、このバスのバイトゾーンの中で何度も何度も首を振らせてバスにアピールしたいっていうので、このショートリップをつけて動きをあえてこう下ろしてあげる、それで細かく細かくこうルアーを移動させてバスにバイトさせるっていう、そういうためのまあショートリップです。なのでこのショートリップとこのワンジョイントのおかげでかなりこうルアーが大きく動きながら止まるようになっています。このリップがあるおかげでまあただ巻きした時にもちょっとアクションが出るようになってて、こういうロールのようなちょっとこうスラロームに近いアクションもこのリップのおかげで出てます。でもう一つまあ特徴としていうかこだわった部分でこのテールですね。このテールの素材を、まあ、従来こういうのをエラストマーの素材で作ることがほとんど多いんですけど、どうしてもやっぱこのビッグベイトっていうルアーの命にもなってくるこのテールの部分を、そういうまあ変形しやすかったりちょっと破損しやすい素材で作ってしまうと、どうしてもこう保管に気を使う、そういうのをちょっとなくしたいなっていう思いがあったので、まあ、今回こうシリコン素材を採用しています。このシリコン素材のもういいところって何かというと、まずまあ変形しないで、破損しにくい、もうこの2つ結構強度がある、引っ張っても本当にちょっと伸びる感じでしっかり耐えてくれます。でこういうふうに折れ曲がってボックスに入れてたとしても使うときはピンとこう戻ってくれるので癖づきにくい、なのでもうこのままボックスにしまってても大丈夫っていうのがこのシリコンテールの一番の特徴です。硬さもちょうどいいぐらいでこうプルンプルンと本当に微振動を出してくれて、でこのちょうどいい張り感のおかげでこう水をつかむ、まあ、水押し、先ほどから言ってこのラフィンの特徴でもある水押しを強くする部分の一つになってるのもこのシリコンテールのパーツの特徴ですね。油断したら食いましたね今うわミスった、うわっおろおろくそ来た
よっしゃ、よし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 よ